番組の最後にイベントのお知らせがあるので最後まで見るようにみなさんこんにちは、メカニック TV サポーターの堀井美奈です。本日も整備士や自動車業界の気になることを話していきたいと思います。ゆきさん、花山さん、今日もよろしくお願いします。ということで今日も新コーナーです。メカニック TV に寄せられた企業様からの整備士にまつわる悩みについて私たちも一緒に悩んで解決をしていきます。その名も新コーナー整備士改善委員会新改善ですね。そうなんですよ、もう令和なのでしかもあれだよ、企業様からの企業様が来るようになったんですよね。本当に早速ですが企業様からの相談を聞いていきたいと思います。弊社は女性整備士さんを増やそうと考えています。以前の動画大変勉強になりました。早速ウォーターサーバーを導入して絨毯もクリーニングしました。今後女性整備士を増やしていく中でまず今働いている女性整備士の定着向上を目指そうと考えています。まずは普段の接し方から改善していくべきだと考えているのですが、上司や指導者として女性整備士にしていけない接し方などがあれば教えてほしいですということですが、この会社めっちゃいいな絨毯をクリーニングしてくれたんだ。意外とね、男性ばっかだからさ、男の人の更衣室の絨毯とかさめっちゃ汚いから本当にびっくりしたときじゃないから。いいね、この会社超いいな。清潔感大切ですよね、女性にとってもそうですし、女性整備士にしてはいけない接し方は私らは何も言えない。そうですよね。なんか経験としては何かあったりしましたか実際。なんだろう、まあ、整備士だけって考えるとそんなないけど、まあ今はねセクハラとかさ、パワハラとか多いから、怒られたりとかするのはやっぱ嫌だかな。ね、まあ、それはもう男女関係なく、男女関係ない、整備士も関係なく、まあ、でもさ、やっぱその命を扱う仕事だから怒鳴る瞬間とかもあるとは思うんだよね。やっぱそんなの人が死んじゃうことじゃん、もしミスとかしたら。だからその瞬間で怒鳴ったりとかはゼロではないと思うんだよね。だからなんだけど言い方とかだよね。なんかわかんないんですけど、目の前でこう男の人がこの野郎って言ってちょっと汚い言葉で怒ってるのを見るとびっくりしちゃうかもしれない、ね、あと、ね、なんだろう、結構大事にされるんだよ。女性整備士って少ないし男ばっかだから結構大事にされるって。私にはめっちゃ優しくて、私がミスしても何も怒んないんだけど、私と同期が同じミスしてこっちばっか怒られるそれはそれはそれはでもやっぱ だから先輩もその女性の後輩とか初めてな場合、2人が同じミスしても同じように怒らないじゃん、まあ、それは正しいとは思う、同じ怒り方じゃない方がいいけど、私が同期がめっちゃ怒られてるのに私は一切怒られなかった最初の1年目の時みんな超優しいからそれはそれで気まずいんだよね。だ半分ありがたいけど その同期と超気まずい、同じミスしてまあ男の人だけど関係ないですもんね、そこはね。やっぱ男の人の方が怒りやすいんじゃない、上司も慣れてるで、まあ、そうですね。まあ自分がやっぱり男だったら、うん、やっぱり正直男性の方が怒りやすい、ね、し今までその半々じゃなかったわけで、多分その女性メカニックが初めてっていうメカニックも多いと思うんだよね。そうするとどう接したりどう怒っていいか分かんない結構ある、ね、だから女性メカニック嫌ですっていう会社もある。その一緒に働くメカニックはどうしていいかわかんないからちょっとっていうのもあるから、気にしすぎてもダメだし難しいね。難しいところです。結構どこの会社も最近それこそそうですよね、まあ、モラハラとかが、ね、まあ、そういうのがありますけれども、普通の会社より難しいんじゃない。普通の会社だったらじゃあ営業女半分男半分だったらみんな慣れてるけどさ、工場ってなると9対1ぐらい。工場だとみんなやるべきことは一緒なんですか。例えば女性だからといってこういう体制をしちゃいけないとか、ないない、こういう作業は。でもやっぱトラック、私の場合はトラックとかが振られることはないかな。うん、でも大変な作業だからトラックは別にやらなくていい。その
代わりにちょっと他の車行ってねとかは、トラックやらされるとかはなかったかな。もうそういうことしてるんだったら乗用車とかの方が、工場の中の効率もよくわかる、うん、無理にトラックをやらせる必要はないかなって。結構やっぱりこう最近でも女性のメカニックの方も増えてきてはいるんですよね。そうです。結構あのいろんなとこ行きますけど、ポロポロと1人2人ぐらいやっぱりいる工場は増えてて、やっぱりまあ少しこうあのやる仕事とかそういうところで配慮してあげると結構働きやすいっていう部分は多分ありますよね。なんだろう、たまにお菓子とか売れるとかそうか、全然違う。じゃなんかでもそういうのすごい大事なんだよね。私もなんか営業とかがさ、たまにお菓子くれる営業マンとかいるの。その営業担当の車はよくなんか、あ、ちゃんとしようって言い方あれだけど、やっぱ人間だからさ、たまに餌付けとかされるとかなんかでもちょっと違うし、一切、まあね、なんかお土産とかお菓子とかくれない営業マンとくれる営業マンがいたらちょっとこっちの方が親身になったりとかするじゃんね、無意識に。だからそういう嬉しくないから、男だったらあんまりなんだ。毎回アメちゃんとかチョコを用意してこっそりあげるのもいいかもしれない。でも多分男性でもチョコもらえれば嬉しいもん。嬉しい。だからまあ多分男女関係なくちゃんとこう向き合ってあげて、コミュニケーションが大事。そうですね、やってくるとかですかね。会社の雰囲気もね、いい方がいいですよね。いい、もう絨毯をクリーニングしたし、そう、もうこれが OK だから大丈夫。メカニック TV、 本日のまとめはこちらです。でもなんかその会社内で例えば月1でなんかイベントをやってなんかみんなが仲良くなるっていうそういう交流の、ね、だからまあ男女関係なく、うん、まあ、雰囲気一色ばかりですよね。そうですよね。ありがとうございました。メカニック TV では企業様からの悩み相談も募集しています。メカニック TV 公式ホームページや YouTube のコメントからお気軽に投稿してみてください。今日もありがとうございました。次回もお願いします。メカニック TV、なんとメカニック TV の公開収録が決定しました。8月の20日秋葉原の UDX にて開催。これね、詳しくはホームページで随時更新していくので、ぜひチェックよろしくお願いします。